はい、皆さんこんにちは。語り読みの語りです。ダイイングライト続きやっていきたいと思います。本日はどうしようかな。とりあえず取るものを取っております。お、レギュラーボルトいっぱいになった。ですね、この発狂というのをねやろうと思ってんですよね、子供が郵便屋さんからのねお母さんのプレゼントを待ってるってことなんで、これをやろうと思ってます。でスキルは現在こんな感じ。死んでるんでレジェンドは全然たまんないですね。死んじゃダメだ、 OK。 でこのメインストーリーを進めていくのに、フェイスレスのね関心を引かないといけないみたいですね。でランクがここは上がってってんですけど、今死んで仲間、おそらく仲間ぐらいまで上がらないとダメなのかなと思ってます。ということでサイドクエストをねやっていかないとダメってことみたいですね。でいきますかね。で結構遠いんですよ。郵便屋さんここなんですよね。でまずはねここ行こうと思います。安全区域いくつかあるんだけど、一番近い安全区域まで車でビーンと行こうかなと思ってます。でどこですか。 700m。せっかく止まったの。行くぜ。やったぞ。壊れてない、壊れてないぞ。あんだけ結構丈夫ですね。で、こ
こで場所手に入るでしょ。皆さんはこの辺が気になりませんか。ね、前入ったんですよ。一回ね。敵はそんなに確かいなかったような。ただいろいろ取れるんで、ボーナスステージっぽい。確か敵はいなかったような気がするんだな。祭壇があって、ここにねマスクがあったんです。ここマスクはね前に取りました。ちょっと意味わかんないんだけどね、マスクなんだろうか。物資が取れるのですごくいい。ピッキングがあると思わなかったわ。よし、これ玄関かな。あ、玄関じゃん。じゃあ閉めよう。で隣のねちょっと離れたところにも家があるので、そっちは行ってないんでね、この後行ってみようと思います。ちょっと離れてるんですけどね、隣の家は。お、難しい。騒いでんな外で。おお、一番端だったぞ。何がどう難しいのか。じゃあ行きますか。しないといけないからな。こっちの家はね行ったことないんですよ。こっちは敵がいそうだな。スーハー音がすんのは気のせいですか。あ、お前か。結構敵がいますね。
菓子いらないよね。なんであんだろう。お、どうやって取るんだこれは。あれ、これなんか火に変わってないか。ところどころにね祭壇があるんですよ。あ、火も来てるな。飛行機はね補給物資を持ってくるんで。ちょっと遠いからいいや。近ければ行きたかったんだけどな。何もない。さて、2階があったっけ。あれ、この家2階ないの。あ、2階ないんだね。あいつやたら早い動きしたぞ。車持ってくるか。割と近いですねここからね。レジ大事ですかね、このゲームね。Decisions.一応ね、ダメージがね、800、900でバランスがね、7、80ぐらいの武器だけ待ってるんですけど、なかなか出てこないですね。まあ、そういう武器は存在するのかどうかすらよくわかんないですけど、まあ、多分あるんでしょう。どこにいるっけ。ダメージ食らった、もしかして。受給係。受給係。よし、じゃあちょっとここでも余裕持って寝ておいて行こうかなと。あ、誰だ、さっきいなかったよね。あ、いなくなった。夜しかいないのか、あの人は。救助班やんないだろうな。で、来る。車どうしたっけ。
しぶりだね。君は鎧をまとってないのが悪い。大きな町になってますね、ここね。ここ入れないの？あ、ここに入れない。お、おんしじゃないか、いっぱいある。乱雑に置いてあるけど、いろいろ取りますね。そういうやつか。バスは？バスって意外と何もないんですよね。どうすっかな。変身するとこだったのかな、今の。
と、もう、あれどっかいなかったけどね。なんかかなりの数いますね。こっちもいるし、探索はあとしてゾンビ退治をまずしますかね。たりするとね、バレるんですよ。意外とね。そろそろカモフラージュして。出したらカモフラージュするとちょうどいいかな。ハーハーしたらカモフラージュ。まだいる。郵便屋さんもっと奥ですね。あんま走るとバレるから、このモスか。だいたい一掃したんじゃないですか。ロマは拾っとかないとね。せっかく倒したんで、事態はしばらく消えないみたいだから。また飛行機来た。ちょっと遠いですね。ここは何かお店開いてたんですかね。お、こんなとこに
じゃあ部品とかガソリンは取れないのかな。あ、けどなんか入れない。少しずつ探っていきたいと思ってます。あ、いるわ。あれ、これ開けるってなってなかったっけ。開けられたような気がするんだけど。これとも結構不採算でしょうね。でもみんなゾンビになっちゃったみたいな、そんな感じですか。これちょっと全部探るのはなかなかむずいかもな。探れる範囲で探っていきましょうか。超過節取られました。超過節が取れるとね、サバイバルランクレベルをねちょっと上げられるんですけどね。この部屋は何もないな。
多いんですよ多いよ、ちょっと。郵便屋さんなかなか行けないですね、これだと。そうそう、来るかな。郵便屋さんはもっと奥。お、なんだここは。書いてありますね、ヘルプって。あそこにまたいっぱいいるわ。全部片してたら大変なことになっちゃうからね。まあ適当に。どうやらその辺だし。2.3メートル、そこの建物っぽいですね。下に遊べない。ここから入れる。よし。アラーム？どこにあんだアラーム。ここにあんの？自殺してますね。まあゾンビになるよりはって感じなのかな。でこの中にあるっぽいぞ。なんだ、うわ、取れない。読むだけだね。もう下ってことも考えられるか。配達の延定や配達物ですね。問い合わせが数多く発生してる。GPS 機能。配達に出ちゃってんのかもしれないな。君が誰なのか知らないが、もうたくさんだ。ここから好きなものを持っていくがいい。どちらにしろもう配達もしないから。仕分け室への影、デスクの上に置いておく。配達物は全部そこにある。クソ、こんな仕事大嫌いだ。そもそも何だって俺が採用されたんだ。こうする方がいいだ。未来を心配せずに済むし、現在のことも考える必要がなくなる。過去の楽しい思い出を振り返ってからおさらばすることにしよう。という遺書ですかね。で、どこにあるの？配達室っていうのは下かな。色がちょっと薄くなってるんで、この下っぽいですね。メモがやたらありますね。中から探すの大変だぞ。
らしい。小包みか。やたらと粘着テープが。これか。違うの。読み取り不能。Not what I'm looking for。不要なものだ。包み包むのに粘着テープがいるんでしょうね。どれだよ。So, kid's package isn't here. 情報位置を探す。It was already out for delivery. どこだ？上かな？今度は。メモすげえいっぱいあるな。後で読めるんですよね、メモはね。郵便屋さんの車を探さないといけないんだ。ピッキング。ってことは上か、やっぱり。みたいんで探すんじゃないの。もっと上がある。高さが違うよね、あの黄色いあれだと。あ、ここだ。あ、これここまだ入ってないのか。探すんですか。これ。Now, this looks like a clue. ヒントになりそうだ。郵便局の外で小包を探す。2つありますね。もう2時じゃん。一旦戻んなきゃまずいな。了解、わかった。どっから出んだっけ。どっから来たっけ。これか。あれ？あ！
あ、鍵持ってじゃん。まあさすがにないだろうな。戻るか。一回戻ろう、ここへ。どこ？115m。もう暗くなっちゃうんだね。走ってるのには理由があります。どこだ？あっち。走ってるのはここのねスピードスキルを上げるためにちょっと走ってます。一番端だぞ、また。で、車は？車あそこ。結構いろいろ取りましたね。とか欲しいんだよね。殺虫剤。ここは復活してないですね。また車。ということで一回ちょっとねここで休んで、今回これで終わりにしようかな。はい、ということで長いっすねいろんなことやってるからね、多分次すぐ終わっちゃうような気もするんですけどね。そしたら他の人の手紙とかを届けてもいいかな。セラさんってどこ？エレンヌさん、あ、同じとこじゃないですか。ボラットさん、あ、全部ここじゃん。じゃあ次これやってこの辺手紙届けますかね。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。